こんにちは、ちささこです。今日も島づくりの続きをやっていきます。今回はエイブルシスターズの周りをクリエイトしていきます。おしゃれなフラワーショップをイメージして、植物の家具をたくさん使ったレイアウトをしようと思ってます。ではどうぞ。まず場所なんですが、島の南西あたりがこんな風にガバッと開いた状態になってます。地図で確認するとこの位置になっていて、こんな風に周りを川で囲んだ浮島のような土地を作りたいなと思ってます。じゃあ早速島クリエイトからやっていきます。まずいきなり川を掘り進める前に、川の周りの道を先に敷いて場所を確保していきます。私の島では全体に導線がつながるように道を作っているので、こうやって前に作った道の途中になっているところからつなげていく感じで道を敷いていきます。右側の道がこんな感じ。じゃあ反対側の道もざーっと敷いていきます。私は動物の森で釣りをするのがすごく好きなので、この河口の部分に橋をつけているのと、あと海沿いにもしっかり道を敷くことで海をぐるっと一周しやすいように島を作っています。さて左側の道も敷けました。地図で確認するとこんな感じです。この道と道の間が川を掘るスペースになります。では川を掘っていくんですが、まずは当たりを取っていきます。端から順番に掘っていくと全体の形が把握しづらいのと、ミスがあった時に修正に時間がかかるので、少しずつ全体を掘ってその都度確認します。絵で言うと下書きみたいな感じです。地図で見るとこんな感じで、だいたい円の形ができてきたと思います。あたりに沿って川をさらに掘り進めていきます。川幅はところにもよるんですけど、2、3マスの幅を取っています。あたりの内からも外からも掘って広げていきます。で、このあたりに斜めに橋を架けたいんですけど、斜めに橋を架けたいときは階段状に川を掘るようにすると位置取りがしやすいです。そうそう、こんな風にこうやって階段状に掘ってあげると、どこに橋が来るのか想像しやすいし、位置の調整もすごくやりやすいです。これでだいたい決まったら、こうやって階段の角の部分を落としてあげて、すると橋が架けられるまっすぐの岸が出来上がります。今回は海外の田舎っぽい雰囲気を出したかったので木製の橋を使います。そしてさらに残りも掘り進めていきます。で、この川の始まりの部分はこの崖に滝を作ってつなげたいと思います。かなり長い間このナディアのお家の前の川が掘りっぱなしになってたので、やっと導線をつなげられてだいぶすっきりしました。滝の始まりは後でもうちょっと調節しようかな。最後に角っこを調節して、よし、全体を見てみるとこんな感じの形に出来上がりました。イラストよりはちょっといびつなんですけど、だいたいイメージ通りかな。実際に歩いてみるとこんな感じの広さです。さて、建物の移設と橋の工事が終わって全体がこんな感じです。天気も晴れてだいぶ作業しやすくなりました。岩をのけたら、まずはささっとタイルを敷いて、よし、じゃあまずは低木と木で全体を飾っていきます。低木は今が旬なヒイラギと、あと白いツツジを使いました。
ヒイラギの咲く季節はクリスマスっぽく、ツツジが咲く季節は花いっぱいの春らしい雰囲気になるような家具を置きたいなと思ってます。革の外側にも低木を置いて、お、どうしたん、あ、隠れちゃった。明日V2上がるんでフィードバックよろしくっていう挨拶ね。うん。いや、変えたかってん、それちょっと。身内乗り激しすぎるから。変えよう。変えましょう。じゃあこれで。せやな。もう12月やもんな。いや、これでお願いします。そろそろ準備しないとね。これでルナに話しかけるたびに確定申告のことを思い出す。そう、たくさんおしゃべりしよう。よし、じゃあ木も植えていきます。今回も L サイズの木を少し使っています。こういう成長途中の木は周辺に何らかの木の苗を植えてあげることで成長が止まります。全体を見るとこんな感じです。では家具を置いていきます。まずはハロウィンの柵を立てていきます。この建物の裏側にはがっつり横向きに敷くのと、手前には飾り程度にちょこっとだけ敷いていきます。こんな感じです。で、今回はフラワーショップっぽい感じにしたいので、植物に関する家具をお店の陳列っぽく並べていきます。このフラワースタンドの色可愛いけどちょっと派手ですね。試しに片方だけリメイクしてみます。今回はイエローにしようかな。うん、とりあえず片方だけリメイクして他の家具を置いてからまた変えようかな。この陳列台の代わりになるガーデンテーブルとか、この丸太のベンチの上に小物を置いていきます。やっぱりちょっと色がちらつくので、こっちのフラワースタンドは白に変えます。あら、バヤシコフ。拍手ありがとう。ちょっと話しかけようかな。あ、間違えた。やっほー。あなたも癖強い挨拶やな。おもろいな、その挨拶。迷ったら一旦ゼロベースで考えることにするわ。うん、白に変えた方がまとまりましたね。この左側の手前にはちょっと色を締める感じで木製のバケツを置いてみました。じゃあ左側も狭いけど植物の家具をたくさん置いていきます。この園芸ワゴンをメインにビオトープと、さっき諦めたウェディングなフラワースタンドも置きたいと思います。このウェディングなフラワースタンドは全体に3つぐらい散りばめたいなと思ってるんですけど、同じものを複数個全体に置くときは位置が三角形になるように意識して置いてます。こんな感じ。こうすると程よくバランスが取れると思います。で、ちょっともうちょいまとまった色味が欲しくなったので、このお花の陳列の下にレンガの道を敷いていくことにしました。この方がよりリアルにお花屋さんっぽい感じが出る気がする。もう一回陳列し直して、うん、じゃあ反対側にも同じ大きさでレンガの道を敷いていきます。それからこの隙間のところに石畳とアーチタイルを使って飛び石っぽいものを作ってみることにしました。ちょっと要素が多すぎる気もするんですけど、まあ、家具を置いてみてからまた調節してみます。手前のエリアにも家具を置いていきます。
こっち側はちょっとした休憩スペースになるようにベンチを置いたり、あと木がちょっと圧迫感があったので代わりに小さめの家具を置いてみます。あとアクセントにノームの置物も置いて座ってみるとこんな感じです。さらに街灯も置いていきます。街灯も三角形の位置関係になるように意識して置いてみました。あとウォータービュー と、 あとバードバスも追加して、これでだいたい家具は終わりなんですけど、ちょっとやっぱりだいぶごちゃついてるなぁと思うので、家具の色味をまず白と緑にまとめようかなと思います。この黄色だったフラワースタンドとか、あと茶色だったバードバスをすべて白にリメイクしてみます。結構何でもいろいろ置きたくなっちゃうタイプなので、いつもごちゃごちゃしちゃいがちですね。うん、でもこれでだいぶ色は落ち着いた気がする。あとやっぱり地面やな、地面がちょっとごちゃついてるので、この石畳に統一しようかな、テラコッタタイルをやめて。やっぱりこのバラバラの敷き方がちらついて見える気がしたので、ちょっとまとめてこのお得意の丸い敷き方に全部ひっくるめたいと思います。この石畳で動線を作りたかったのと、建物の前にステップとして石畳を敷きたいのを両方兼ねる感じで、うん、だいぶまとまった気がする。よし、じゃあ最後にこの周りの川にちっちゃい浮島を作って、そこにガーデンライトを配置していきます。この浮島にちっちゃい家具を置くのずっとやってみたかったんですよね。うん、かわいい。これでピンクブルー島の施設に関する建物は全部クリエイト終わりになるので、本当にあと2箇所ですね。うん、よし、完成かな。よしよし、じゃあこれで終わりたいと思います。Oh, me, oh, me, me, na, oh, oh, me, oh, me, me, na.